です。お願いします。こちらこそお願いします。こちらこそおかしいですよお前。いやね、満席ですよ。たくさん入ってもらってね、嬉しいですね本当にね。我々トロサーモンと言いまして、見た目だけで覚えて帰ってほしいなと思うんです、ね、覚えて帰ってもらいましょう本当にね。ぽっちゃりとメガネでやってますんで、分かりやすいと思います。お前だけやろそれ。ぽっちゃりメガネお前しか入ってないからね、ほんまにいいじゃないですよ本当にね。でも最近ちょっとね、よく考えることがあってね。はい、俺が喋ってる時に喋り出すなお前ね。最近ね、ちょっと俺が喋ってる。いつものやついきますか。何でいつものやつで。じゃあ僕はサダンダキーって言うんで聞いとってください。いや何やねそれ、違うぞ俺。聞いたことないでしょ。でコールアンドレスポンスでもないんや。お前が言うの。聞いとってください。聞いとってくださいってお前のサダンダキー聞いとくだけなんで。サダンダキー高く評価します。何をやねんお前。何でお客さん高く評価した今。そんな話はね。だから学生時代のこと懐かしいです最近ね。学生時代、学生時代、小学生の時とか懐かしいでしょやっぱり。そうよくね、あのね、公園で野球やったりしてたんですよ。野球やってるでしょ。でね、バットで打ってるでしょ。でボールが民家に入ってガラスが割れたりしてたんですよ、だから怖いおじさん出てきてね、あの雷親父っていうんですか、ああいうおじさんに怒られたりしてたんよ。いやこんな大人だったらなかなかね、怒られることがないから。なんか怒られてみたいな。なるほど。ちょっと雷親父やってもらって。なんで。え、なんで。いや雷親父感出てるからやんかお前。どこに。いや頭頂部にやんか。え、どういうことやん頭頂部にってお前。いや帽子取って頭下げてみろよお前。取りたないね。なんでやねん。ハゲてんねん。自分で言うなよ。出してからハゲてるやんって言うやつやんか。なんで言うねんさっきに。ハゲてるから。ハゲてるから見せろよちゃんとしっかりと。でもたくさんね、辞職された方がいっぱい。抜けたこと辞職って言うなお前。髪の毛抜けたこと辞職って言わへんから、やってくれる雷親父。分かった。いい。どうしたいの。いや怒ってくれたやろ。ああ怒るだけだったらね、まあ、あんなもんはもう飴と鞭でしょ。だって飴と鞭。いや怒り方はね、もう教育っていうのはもう飴と鞭ですから。そういうのでもいいよ、はい、私はそれを親に育ってきたので。あ、そうですか、はい、じゃあそのような手本で皆さんに見てもらいます。いや、ガキーン、パリーン。あ、だいぶ飛んだな。だいぶ遠いな。いいよ、だいぶ遠いな。だいぶ遠いなじゃないよ。だいぶ遠いとこに家あるんやな。すいません、ごめんなさい。大丈夫だよ。すいません。心配ないよ。はい。心配ないよ。私たち大人が悪いんだよ。空き地で野球をさせるようなことにさせたのは大人だ。大人たちがグラウンドを作ればいいだけの話だ。君たちの才能を潰してる、殺してるのは私たちの責任かもしれないが、本当に申し訳ない。私は思っている。優しい。グラウンドをできるように、私たちも大人が一生懸命になる、頑張ってみる。こんな機会もない。ほら、アメちゃんだ。え、アメもらえるんですか。いいよ、食べな。ありがとうございます。いただきます。おいしい。何してんねん、おい。何しとんねん、お前。いや、アメとムチってそういう意味ちゃうから。アメ食わしてムチあれへんから。そういう意味じゃない。変な勘違いしてるよ、アメとムチを。怒ってきてよ、お前。愛情もどころやな、愛さんは。そうよ。ガキリン、バリン。遅いな、だいぶ。どんだけ飛んでんねん。すいません、ごめんなさい。何ですか。すいません。書いてるじゃないか、あそこに。はい。野球やったらダメだって書いてるじゃないか。どうしてその字が読めないんだ。字で書いてるだろ。字が読めないのか。勉強はしたか。小学校で教育は受けたか。親はどういう職業をしてるのだ。塾入ってるじゃないか。あそこでしたらいけないで、どうしてルールが守れないんだ。そのルールが守れないなら社会に出てもルールが守れるわけがないのだ。わかるか。あそこに書いてることは禁止というと禁止事項だ。禁止というのは何かったらしたらいけないってことだ。したらいけないことをするっていうことはどういうことだって。非常識だ。モラルがないんだ。わかるか君は。子供だから関係ないからな。大人だからちゃんと言ってるんだ。大人の意見はちゃんと聞くんだ。子供だったらわからないだろ。私よりも生きてる人数が少ないんだが、大地を踏みしめて生きるのならば、あそこでやることは違うんだ。書いてるだろ、ダメだって、なんであんなところでするんだ。また少年、これだけ覚えておく。ナイス、お前。平気やな、おい。褒めてくれっていらんのよ、そんなもん。お前、むちゃくちゃ怒ってきてよ。なんでそう褒めてくれんの、ホームランを。怒れ、むちゃくちゃ。怖いんやから。え、なんや、怒ってこい、めちゃくちゃ。変な声出すな、気持ちが悪いから。化け物か、お前。怒ってきて。ガキン、ガラガラ。あれでもないやん。逆になってんねん、お前。なあ、先にできてるやん、おっさんが。割れる前から出かけようとしてるやん、もう。割れてから怒んねやろ。ガキン、
プリン。ごめんなさい。何をしているんだ。すいません。いい加減にしろよ。はい。いい加減にしろ。書いてるじゃないか、あそこに。野球をやったらダメだって。はい、何回目だ、貴様。昨日もやっただろ。2日連続か。たまってこんじゃないぞ。これはテロか。テロなのか。いや、テロではない。テロじゃないか。テロに近いテロかどうかは私が決めることだろうが。私が決めることだろうが、テロかテロかじゃないかは私が決めることだ。お前は人の家の窓ガラスを割ってる。じゃあお前が労働して窓ガラス1枚働いて、お前金で返せるのか。返せないだろうが。親を呼んでこい。親が働いてお金を持ってこい。持ってこれないだろう。お前の資産貯金額は何本あるんだ。それで窓ガラスをお前修正できるか。できないだろう。できないならあんなとこでするなり何回やすんだ。いい加減にしろよ、この野郎。お前ぶち殺すぞ本当にさ。ダメなことするんじゃないの。関係ないから殴ってもいいからな。大人怖いからなんだその引きずったか。俺が悪いってかお前が悪いだろうが。非常識に帰れ。迫害してやる。この国から出ていけ。ダメなことするんじゃないの。いい加減にしろよお前。お前みたいな貧乏人があんなとこでするから迷惑なんだ。いい加減にしろよこれ。おい分かってんのか聞いてんのか。耳で聞くんだ。口で喋るんだ。鼻で匂うんだ。頭で考えるんだ。だから人間はあるんだ。な、舐めたことするんじゃない。ただ少年これだけ覚えとけ。私はこの家の住人ではない。言い過ぎは言い過ぎやろお前。誰やこいつ。人にじゃがり込んで知らん子供隣つけて。一番ヤバいやつは近所で。どうしたんやねん。子供にね、こう、諭してあげるというか、ためになること言うてあげなあかんよ、お前。そういうことよ、そんなんしてあげて。あげー考えとけや、お前。なあ。何やねんからかって割れてもないやんまだだから早いって割れてからやんか。だって小鳥のさえずりのボケ入れようとしたやんや。小鳥のさえずりのボケちゃんと入れようとか言わんでええから全部チュン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 聞こえるからボケてる時にええねんさ、スズメが鳴いてるとかはやねん。早くガキンガリン。あったガラガラガラ。すいません。何回言ったら分かるんだ。ごめんなさい。もう3回目だ。少年私も我慢の限界だ。私じゃなくても切れるだろう。3回も嫌だ。窓ガラス割れたら切れるよ。あ、分かりやすく言ってやろう。君がどういうことをしてるか。例えば一匹の羊が目の前にいたとしよう。その群れに対する羊が来たとしよう。餌は一つだとしたら、そのものは流れてくるものに対し餌が一個だから、これは4分の1以上がなくなるということである。そうすると降ってくる雨っていうのはなくなるものに対し水がなくなるから全部消えてしまうということだ。そうすると飲んだものは食べられてしまうから死んでしまうんである。そうするとさっき言ったチャーハン食べたものはなくなってしまってるだろ。そうすると大きいものがなくなってるからちっちゃくなってしまうんだ。そして絞らないと死んでしまうんだよ。結局何かって言ったらご飯を食べれなくなるんだよ。はこっちのセリフじゃんお前。何の話してんの。長々と日中からお前退屈だろお客さんが。お前何や、途中なんかチャーハン食べられた時入ってきたわ。何や、全然できへんやん、ね、何ができんのほんまに。漫才ですね。もうええわほんでね、何ヘラヘラしてんのお前。もうええわやれへんから。何アイス笑いされてんの俺。そうや、終わることをアイス笑いされてんの。そうですよ。そうですよじゃねえよお前。終わってくれよほんまに。怖えな。こっちの方が怖いです。こっちが怖いよ。何が怖いって一番怖いのは、この漫才にオチがないってことですね。もうええわ。核変タイム。この漫才パチンコやけど。何なんこれ。 CR 通さんもんな。な、核変入ってめちゃくちゃ長なるやんこっから。何がしてんねん。何がやねんなお前は。何がやねん、やれんがなお前。まあね、結局そうなんですよ。結局そうなんですよ。だから何がそうやねん。何がそうなの。本当にもうあれ窓ガラスね、うん、窓ガラス割ってる場合じゃない。窓ガラス割って刺激を求めるならまずこちらにいるお客さんに刺激を与えないといけませんね。もうええわ。快速快速って何や。快速って聞こえたからもう何海見えたから快速が出てきた。急に頭の中にあれ出した。どこで終わってんねんお前。おめえはたまらしゃー。